ピーター・ローソン・タフトは、アメリカ合衆国大統領、ウィリアム・タフトの父方の祖父。アーロン・タフトとローダ・ローソンの息子として、マサチューセッツ州ウースターグアクスブリッジで生まれた。聖火・アーロン・タフト帝は、アメリカ合衆国国家歴史登録罪となっている。父・アーロンは、プリンストン大学卒の農家で、アクスブリッジ、後に、タウンゼントに住んだ。アーロンの父は、ピーター・タフトである。 ピーター・タフトの祖父がロバート・タフトシニアでアメリカに移民してきた人物である。母、ローダ・ローソンの先祖エドワード・ローソンは1636年にイングランドからニューイングランドにやってきてマサチューセッツ湾植民地で初期官を務めた。タフト家はマサチューセッツ州の深刻な不況により1800年頃にバーモント州に引っ越した。ピーター・ローソンは アクスブリッジとタウンゼントで公立学校に通った。バーモント州ウィンナム郡、タウンゼントのシルビア・ハワードと結婚した。シルビアの父はレビ・ハワード、母はベシア・チャピン。1810年に息子、アルフォンソ・タフトが生まれた。アルフォンソ以外にも数人の子供がいた。知的かつ有能であった。退学後、独学で学び、バーモント州弁護士会に入会し、 個人開業した。バーモント州会議員を長年務めた。バーモント州ウィンダム郡の遺言権人を予び軍、裁判所裁判官を務めた。息子、アルフォンソ・タフトはアメリカ合衆国司法長官などを務めた。ピーターはオハイオ州シンシナティで死亡した。孫、ウィリアム・タフトはアメリカ合衆国大統領となり、タフト家は大いに繁栄した。ありがとうございます。